はい、どうも皆さん、こんにちは、えぜいかです。それでは今回なんですけども、ファミペイ使用最大、ファミペイン加盟店で50%還元キャンペーン新規登録でお得な特典もということで、たまーにアルコール無料クーポンをくれるでおなじみのファミペインのキャンペーン情報ですね。この動画ではキャンペーンの解説と、まだ詳細は発表されてないんですが、今出てる情報で僕なりに簡単にまとめてみましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ま、今回ですね、こちらのファインペイなんですが、2020年の12月時点で、なんとあのアプリがですね、650万ダウンロードされたということで、まあ、結構今すごい盛り上がってるというような状況なんですよね。で、そこでですね、まあ、より多くの方に、ファインペイを使ってもらうために、ファインペイ史上最大のキャンペーンというのが今回開催されます。まあ、今回は特にまだ詳細は出てないんですけども、今ある情報でまとめてみました。上からサクッと見ていこうと思うんですが、ファインペイ史上最大のお得なキャンペーン概要ということで、今回大きく分けてですね、キャンペーンいつ ございま,すまず一つ目は、ファインペイ新規会員登録で500円相当のファインペイーボーナスが必ずもらえるということですね。それがこちらなんですけども、使うほどお得なファインマのアプリということで、今なら新規会員登録で必ず500円のファインペイーボーナスがすぐにもらえるということなんですよね。まあ、キャンペーンの内容なんですけども、今お伝えしたように、期間中にファインペイを初めてまあダウンロードして新規会員登録を行うと、なんと500円相当のファインペイーボーナスが即時付与されるんですよね。なのでね、今までファインペイを入れてない方に関して したら今がすごいチャンスだなとうまう、あ、今というかキャンペーンがスタートする日程がチャンスだなと思いますでスタートする日程は1月の12日火曜日から2月の28日日曜日までということですねなので間違っても今はインストールせずとりあえずこの期間まで待ってくださいで続きまして2つ目さらに新規会員登録をいただいた会員の中からなんと抽選で888名様に8万円相当のファミペボーナスがもらえるということですねそれがですね先ほどお伝えしたバナーのこの部分ですね内容としたら今読んだ通りなんですけどもまあ、この期間の のタイミングで、新規会員登録を行うそしたたら888 8人に8万円相当当のファインペイボーナスが当たるとで期間に関しては、まあ、先ほどお伝えした期間と同じです。1月12日火曜日から2月の28日日曜日までとなっております。なので、500円ボーナスがもらえる、プラス抽選に参加することができるんで、とりあえずね、1月12あたりは結構狙い目なのかなと思いますね。続きまして3つ目、ファインペイ会員全員に商品無料クーポンプレゼントということですね。これ嬉しいですよね。まあ、このキャンペーンに関しての詳細は特に出てないんですけど、 もまあ、おそらくこんな感じかなと思いまして。まあ、これまでね。ファインペイをインストールされている方であれば、ファインペイのクーポンがまあ、付与されたことがあると思うんですけども、僕もね。ちょくちょくツイッターでつぶやくんですが、今出てるような一番絞り糖質ゼロのものであったりとか。あとストロングゼロでもう一回ストロングゼロみたいなまあ、これで無料のクーポンがもらえたりする時もあるので、まあ、こういった形式でおそらく無料クーポンがもらえるんじゃないかなと思います。毎回ね。僕もこれランダムでくれる時あるんですけど、マジでテンション上がります。で、一旦4番目は飛ばしまして、5番目の t w i t t フォロー&。 で人気商品の無料クーポンが当たるというこちらのキャンペーンなんですが、まあ、ファミリーマートのツイッターの公式アカウントがあるんですけども、それをフォローしてファイマのアプリでお得っていうハッシュタグとファミマっていうハッシュタグをつけてツイートしたらファミリーマートで使える無料クーポンが抽選で10万人に当たるんですよね。まあ期間がそれぞれ分かれております1番と2番通りでもらえるクーポンがアイスの食べる牧場ミルク税込み198円の商品ですね。まあ、こちらが食べる牧場ミルクの商品なんですけどもおそらくこれだと思います。まあ、ちょっとこの時期にアイスのはね、まあ、人によっては いやあるかもしれないんですけど意外とこう寒い時のアイスって美味しかったりするのでまあ、もらえたらラッキーだなという感じですねぜひツイッターされてる方はね、参加してもいいのかなと思いますねそして先ほどちょっと飛ばしました4番目今回ここが注目されてるのかなと思うんですけどもファミペイ加盟店でファミペイ払いをするとなんと半額戻ってくるキャンペーンということですねこれマジで衝撃でしたそれがこちらなんですけどもファミペイ払いで半額ファミペイボーナスが戻ってくるということで一応内容としたらご覧の通りとなっております期間中に対象のファミペイ加盟店で ファミペイ払いをすると半額の50%のファミペイボーナスが付与されるということになっております。で、期間ですとか、還元上限に関しては、加盟店のカテゴリーごとに異なったりとか、あと対象加盟店とか詳細に関しては、キャンペーンページでまた発表されるということになっております。これ発表されるのは、一応1月の12日に詳細発表されるということになってますんで、まあ今わかる情報をお伝えします。 で、それがこちらの情報なんですけども、ちょっとこのページ自体が、一時期ちょっと見れてたんですが、ちょっと今その URL がちょっと見れなくなってて、まあ、その時に画像を保存したので、そこをちょっと参照します。上からちょっと薄いんですが、まずここですね。ファミリーマートの店舗のキャンペーンなんですが、期間が2021年の1月19日火曜日から2月1日月曜日までとなっておりまして、対象の店舗はファミリーマートの店舗となります。そこで、ファインペイで決済したら、500円相当のファインペイボーナスがもらえると。なので、ファミリーマートで、ファインペイで1000円分決済したら、 まあ50、50%であれば500円相当が戻ってくるということですね。いいですよね。なんかこう、ファインペイで決済すればチケットとかもお得に買えたりするので、まあ、そういった方法でもいいのかなと思います。で、続きましてこちら、ドラッグストアのキャンペーンですね。キャンペーンの期間は1月の19日火曜日から1月25日の月曜日まで。で、対象の店舗はドラッグストアとなっておりまして、ファインペイボーナスの付与の上限なんですけども、1000円相当となります。なので50、50%の計算をしたら、とりあえず2000円利用することで、上限の1000円に到達するということですね。続きまして飲食店。期間は 1>, 1月の26日火曜日から2月の1日月曜日までとなっておりますで対象の店舗は飲食店ということですねで付与されるファインペイーボーナスに関しては1500円相当までなので実際に3000円利用すると上限に到達しますでもう一つこちら家電量販店ということでキャンペーンの期間に関しては2月の2日火曜日から2月の8日月曜日までとなっておりますで対象店舗は家電量販店ファインペイーボーナスに関しては3000円が上限となってますので家電量販店で6000円利用することによって上限に到達するということになりますでです ちょっとここまでお伝えしたところでちょっと気になるところが1個あると思うんですが、まあ、そもそもファミペイが使えるドラッグストアであったりとか家電量販店って、え、どこが使えるのって思いませんでした僕はこれの疑問があったんで、ちょっとここもせっかくなんでお伝えします。ちょっと参考にしていただければと思うんですが、その確認方法というのはしっかりとあります。 これはファミペイのアプリの中で確認することができるんですが、まずは一旦ファミペイのアプリを開いていただきますと、ここにですね、ファミリーマート以外で支払うという項目がありますんで、ここをタップしてください。そうすると、ファミリーマート以外で支払うという方法で、バーコードが表示されてるんですけども、ここにですね、お知らせ使えるお店という項目がありますんで、ここをタップします。そしたらですね、ご覧のようなページが出てきます。ファミペイスマートコード。このマークがある加盟店でファミペイが使えますっていうことで、このスマートコードというものですね。このマークですね、 僕のチャンネルでもちょっと何度か紹介したことがあるんですがこれあのクリストカードの JCB ってあると思うんですけどもまあ、そこが提供するサービスとなっておりますなのでこのスマートコード対応しているお店であればファインペイ決済が使えるということですねでもちろんですね下にも出てる通りおしゃれ金額税込200円につきファインペイボーナス1円相当が申請されるということですのでまあ、0.5%還元もしっかりと受け取ることができますでこのページの中にですねちょっと下に下がっていただくと実際にどんな風なお店で使えるのかっていうのは一覧が出てきます例えばこれドラ バックストアでで出てるんですけども僕が住んでる地域であれば、ツルハンドラックってのがあったりとか、あとは有名なお店であれば、あの、ウェルシア薬局ですかね。まあそういったところでも、スマートコード対応してるので、ファミペイで決済することもできます。 他にもご覧のようなスーパーやドラッグストアで利用することができます。なので今回の50%還元キャンペーンのちょっとまだ対象店舗は出てないんですけども、おそらく今出てるようなドラッグストアが対象になる可能性というのは出てきます。まぁ、あ、ちょっとね、詳細は出てないんで申し訳ないんですけども、ある程度把握できるかなと思います。で、あとはグルメのジャンルであればご覧のようなお店が出てたりとか、あと居酒屋もね、結構使えるところは多いです。で、このショッピングのジャンルなんですけども、まぁ、あ、ファミペンのこのキャンペーンの中で家電量判定っていうのがあったと思うんですよ。で、今現時点では、 電量販店であれば僕が知ってるのではこの青枠のとこですねエビオンであったりとか100万ボルトそしてヤマダ電機とかでも対応してたりするのでまあおそらくここら辺あたりがキャンペーンの対象店舗になるのかなと僕は予想しておりますですけどももしかするとちょっとこれが変わったりするかもしれないので今の予想ではここら辺あたりが対象になるかなと予想しておりますで他にもご覧のようなお店では使えたりするのでまあまあ本当ねスマートコードでちょっと認知度的には少し薄いとこではあるかなと僕は勝手に思ってるんですけどもかなり で、今回ののファインンンペペキャーンはまあとですね、ちょっとここを見ていただきたいんですが、現在地とかキーワードから探すっていう項目があるので、ここをですね、タップしたら、自分がいる場所でそのスマートコード、かつですね、ファンペイが使える場所っていうのがマップ上で確認することができます。まあ、これを見た感じで、ね、ファミリーマートのマークが大半を占めてるんですけども、それ以外のお店のとことかでも、まあ、 このマップを拡大して見てたりすると、まあ意外とこう自分が住んでる地域に対象のお店がちょくちょくあったりするんですよ。なのでぜひですね、これは、 ご自身の現在地からチェックをしてみてください。僕も今回ですね、このマップ初めて開いたんですけども、意外とこう、スルスル動いてくれて使いやすいイメージだった感じですね。まあ、ちょっとね、これキャンペーンの当日どんな風にこのマップが変わったりするのか、少し気になるところではありますね。で、先ほどもお伝えしたように、キャンペーンのその特設ページに関してはほとんどが1月12日に公開される予定ということですので、おそらくまあここら辺あたりにまた動画にするかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、詳細が発表され次第ね、変更点とかあれば、また動画でお伝え でしょうかなというふうに思っております。 まあ、そんなこんなで今回は、ファインペイの史上最大、ファインペイ史上最大のキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、本当ね、前回の動画でもちょっとお伝えしたんですけども、今いろんな各社が思いっきり後期1月の十何日とか、まあ来週あたりに大きなキャンペーンを控えてる感じなのがすごい多いんですよ。なので、ほんと1月ってね、いい意味でちょっと忙しくなりそうな気がします。 ね。ま他にもちょっとまとめたいね情報とかもいろいろあったりするので、またそこは随時動画にしてお伝えしようかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたキャンペーンのページ、まだ詳細は発表されてないんですけども、現時点でわかる情報だけを参考にさせていただいたらリンク概要欄に貼ってますんで、そこも詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。